それではクイーンカップに出走するクロノジェニストの斉藤調教師です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。前走惜しい内容でしたね。そうですね、はい。まあ、G1 だったんですけど、ね、はい、まあ、もうちょっとってことだったんですけど、はい、ここたらればは禁物ですけど、はい、スタートさえっていうレース。いや、まあ、スタートは別にね、そんな気にしてないというか、もともとそんなポジション取りに行く話でもなかったですし、はい、まあ、たまたまそれがあの後ろになっただけなんで、うん、まあそうですね。でも足があること、能力があることは見せつけましたよね。まあもともとね、いい競馬ずっとしてくれてて、しまいも切れる馬って分かってたんで、うん、まあそれが G1 行っても通用するっていうのがね、分かったんでね、はい。お父さんが馬子ということなんですけども、はいはい、まあ、あのもちろん馬子自身は競走馬の能力としては、実績としては買いそうなものがあるんですが、ちょっとやっぱりね、お父さんになって日本の競馬にこれまでこうこれといった馬が出てないと思うんですけど、まあ、ちょっとね、あの産駒自体を触るのが初めてなんで、あんま細かくは分からないですけど、うん、まあ、あのクリスマスっていう戦2の2歳の重賞を勝った馬から、はい、ビッグウィークっていう菊花賞を勝った馬で、はい、いろんなタイプ出てるんで、うん、まあ、あの、うん、お母さんのいいとこ出してくれるのかもしれないですし、まあ、ちょっとわかんないですけどね、はい。あのこのクロノジェネシスに関してはどんな感じですか？まあ、気もいいですし、はい、あのいいスピード持ってるなっていう印象ですね、はい。じゃあスピードも持ってるし、ある程度のスタミナも持ってそうという、まあ、あの距離持つようにね、あの、うん、使っていきたいなとは思ってますけど、うん、はい。今の課題というか今後の課題というのはどのあたりになってきますか？まだね、やっぱ一回一回ちょっと一生懸命走っちゃうんで、うん、あの使いべりというかね、うん、あの連続してあんまり使えないかなっていうところあるんで、うん、まあ、その辺がね、もうちょっと体力ついてきたらいいと思うんですけど、その辺を鑑みてのこのクイーンカップからの指導ということですね。あのチューリップ賞からだと3回あの1ヶ月間隔でね、はい、行かなきゃいけなくなっちゃうんで、うん、あの1回ちょっと間を空けたいということで、うん、あのクイーンカップから間を空けて桜花賞でオークスって感じで行きたいなというふうに思ってるんですけど、これがだからなんですか、その後、まあ、小馬になったりしたらもう少し感覚を詰めて使えるようになった時に本格化っていうことになってくるんですか？まあ、もうちょっとね、体力ついてきたらそういうこともなるかもしれないですし、うん、まあ、今のところね、まだ少しずつちょっと間取りながらじゃないと、ね、いけないかなというふうに思ってるんで、まあ、まだ無理するとこじゃないですし、ね、うん、間取りながらでも、いきなりからでも、でも能力は出せるタイプ、ね。まあ、本当にね、あの気がいいんで、うん、はい、まあ、その辺は心配ないと思います。今回なんですけれども、まあ、先ほどのお話ではもうスタートはそんなに関係ないとおっしゃってましたけれども、うん、じゃあ今回もそれを僕らも踏まえた上でクロノジェネシスの能力、うん、馬券の検討の参考にすれば大丈夫ですよね。そうですね、あの、まあ、この間スタートで、ね、たまたまあれ後ろになりましたけど、はい、まあ、もともとスタートがそんな悪いってわけでもないですし、はい、まあ、あんまり戦力の競馬を、ね、まともにしすぎて、あ、そっか、あのオークスでっていうのが、ね、はい、あのかかるようになっても嫌なんで、うん、まあ、まあ、じっくり競馬してもらって、ね、あの馬のレースしてくれればいいかなと思うんですけど、はい、もうじゃあ出たなりでというと、そうですね、はい、そうですよね、これから の先のことを考えたら戦力で咲かしていってたら、うん、それこそ先ほど名前出たクリスマスの方が出てきそうな気もしますもんね、うん、まあね、その辺も、ね、そういうのもいますしね、はいはい、未来を考えればビッグウィークぐらいの方に寄っていってくれた方が、あの気が良すぎちゃうっていうかね、はい、あの、まあ、真面目なのはいいことなんですけど、うん、はい、今回はまあ G1 2着からの参戦ということもありますし、はいはい、まあ、このクラシック戦線、主役の一頭として張るためには大事な一戦かと思います。フォアの皆さんに抱負をお聞かせください。そうですね、まあ、桜花賞オークスと、ね、頑張ってもらうためにも、まあ、ここで、ね、あのいいレースしてほしいなと思っているので、まあ、皆さん応援していただけたらと思います。よろしくお願いします。クロノジェネシスの斉藤調教師でした。ありがとうございました。ありがとうございました。